戦いながら、学ぶしかない。ただこの場合のウルトラレアがピンとこねえんだけど、電源が4台つくっていう。それがどうしてメリットがあるのかがわかんない。使ってないからわかんねえんだよな。でもなんかメリットがあるんだ、絶対。もう普通のゲームにしてノックアウトナースも抜けるよ、俺もう。正攻法で力と力でいいじゃん。ペルちゃんがいるから怖いって。まあそうでしょうね。正攻法やったら、デッドバイセンスのある男いるからね。センスは発電機を回す力です。4代目、5代目って勝負どころになればなるほどスキルチェックの能力も上がっていって、発電機を回す力が、ねえ、他のメンバーと違って厳しい盤面でほど輝きを放っていくスタイルなんです。緩いとこは誰でも回せます。生存率を上げる。チェイスのと、同意だと思うが、こうやって回避して、なんとか、できたかわかんないけど。リングを周辺で使っているっていうのは、なんだろうが、多分。一回かもしれないけど、一回ってか、地上かもしれないけど。パッと見るだけでも、他の発電機回せてない人は、回せてない位置にいたってことは、これはもう微妙だけど、センスがあるかって言ったら、正直なところないと思うね。そういう思って発電機を回すところに行けばいいだけだから、まず序盤は。細かなところってのは、センスって別にそういうことなんですよ。どうやって発電機を回すかなんですよ。安心なとこで回した方がいいじゃないですか、まず基本は。無理なところで。で、追われてるわけでもなく、何の活躍もしてなく、発電機一番触んねえやつがすぐやられるっていう。マジで何考えてんだろうっていう。やる気なくなってくるよね。いやー、まだ嫌な予感するよ。ブリキューマンがいるし、ブリキューっていうか何だろう、ライトマンか、救助マン。やばいのがいる。全員は回んない。最大の問題点は。下が回ったの3台。回ったんかな。地味に一人は、働き者のビル人がいるから。だけど、チームのやばいことになりそう。あれがいるから頭が痛い存在。
いやーほらーもう絶対こうだもん。役立たずってもうほんともうゲームの基本知らねえんだもん。もうゲームの基本知ってるやつってよ。ゲームの基本って俺言ったじゃん、ゲームの基本って。元気な人が行けって。言ったじゃん、元気な人が行けって救助。誰も回さねえんだよ、これで。衝撃だよ、まず。疲れるよな。俺がセンスな。今の動きが誰もできねえんだよ。偉そうに切ってるやつらが。自分がチェイスができるってやつは。分かったよね。わざと言ってんだよ。イルジ知ってるから。俺がおとりになってあげたんだよ。捕まえるだけが全てじゃないんだよ。離れることも、まあ、その後ネアが狙われ、離れることも何も問題はないんだよ。二人いるときの、あれ、プレイだけど、ダメなやつは突っ込むんだよ、もう。で、もう、ビットリを回してくれ、もう。そことそこ。俺が多分行かないと、まず無理。こいつら。ほら、ほんと、どうしようもなく、救助行っちゃうから。2階は終わってる？お前は何をしているんだ、チームのために。デッドバイナイス。チームのためにやるんだよ。チームのためにエゴを捨て、チームプレーなんだよ。エースにはなれないんだよ。技能だけ優れてるやつは。ネアを守るためのプレー、そしてチームのためのチェイス、これがヒロじゃん！デッドバイのスーパーエース！何がチェイスができればすごいんだよ。すごいんじゃない。チームのために走り続ければいい。発電機が分かっていた。だから遅延行為を行った。努力して、チームのために走り続ければそれでいい。ケイトとかね、ネアカールソンとかね、ヘミも
バイオハザード軍団もこれちゃうね。エイダも。レベッカもね。ジルも。出ちゃうね。デッドバイオのスーパーエース。よっしゃ。輝きを放つ。チェイスをしたことじゃない。あの救助。自画自賛レベルの。完璧にナースを狙った。うん。あと、五代目を回させるための遅延行為の。うん、まだとやってる。あそこの発電機はない。あと、俺に利がある。温存できた。まだ、その尺も。うん。まあ、四代目が回ってたからできましたよね。チームで勝てたんじゃないですか。はい、以上です。武将の人はね、救助行かないでほしいんですよ。発電機回せっていう。武将のやつが行きって救助行こうとして、